皆さんこんにちは、大和屋です。本日は川崎新亭へちづりの総集編ということでお伝えいたします。川崎新亭には現時点にいて結構大きい群れが入ってきて魚が釣れるようになってきていると聞いております。山美子いかがですか？大和屋もまだ川崎新亭には生きていないんですが、昨年度の兆候を見て、まあ、実際どうだったのかっていったところを振り返りたいと思います。昨年使っていた仕掛けはこんな感じですね。餌は主に生ミックばかりを使っていました。この時ぐらいかな、初めてカニとかアオイサメとかを使ってクロダイを狙ったりしていました。カニで本当に、まあ冷凍のカニを使っていたんですけどそれで本当にクロダイが釣れるって思っていなくてちょっとびっくりしました。今となっては結構生きたカニを探すのに必死ですね。やっぱり冬場はカニがいいと思います。今ヒットしていますが、この時の季節が9月頃ですね、昨年の8月お盆を過ぎたあたりからすごい数のクロダイの群れがここに入っていて、なおかつ餌の貝が落ちるタイミングでクロダイが爆釣していたと聞きました。実際にその時に1日で釣られた数の最大が1日1人当たり80匹であったそうです。特に歩かなくても足元でそれぐらいの数が釣れたというふうに聞いております。今年はぜひ狙ってみたいですね。ちなみにこちら釣れたクロダイは生ミックで釣れていました。生ミックでヘチゾイを狙っています。このキーの穂先はチタンに変えたものを使っていました。で、基本的にはハリスの1本掛けですね。こちらはハリスの 1.255 を使っています。この時は本当に 1.255 なんてすごい細いハリスで道糸なんだから、いやすぐ切られちゃうんじゃないとか思ってたんですけども、1年経った今では、0.85 の糸を使っていますね。ハリスも 0.65 とかまで落としたりして釣りをしています。柔らかい竿を使って釣りをしていると結構細くてもいけちゃうもんだなというふうに思っています。この時はこの時のジョイントの部分ですね、ここが全く工夫されていなくてすごい硬くてですね、毎回こう外すのに苦労していました。でこの時の川崎新亭の外側の高さっていうのも全然考慮していなくて、持っていったタメが5メートルのものだったんですけど、全く届きませんでした。もたもたしてるんですけど、結構このクロダイのサイズが大きくてですね、どうしても釣り上げたくていろいろやってます。結局タモを置いてそしたらこんな感じで外れちゃったんで、巻いて巻いてまた付け直して巻いて巻いてある程度固定できたから、ちょっと今から入れますよっていうところでなかなかもたついてます。そしてタモを投入しますが全く届きません。潮が引いちゃってるからですね、全く届きません。伸ばして体をかがめて入れようとしてるんですけど、水につかないからもう諦めます。なんですけど結構大きいサイズだから、どうにか周りのヘチ釣りの大先輩にちょっとお声掛けをして助けていただけるようにいたしました。すいません、タモをお願いできないでしょうか。届きませんでした、潮が引いててはい、了解です。すごい、やっぱりすごい。あ、届いた。あ、これは確かに難しいっちゃ難しいですね。すいません、助かりました。危ない危ない、これ全部4人ありそうですね。腹ぺったんこですね。
本当助かりました。ありがとうございました。全然届かなかった。あれって。届かなかった。届かなかったんです。いや、落っことしちゃったんだと思った。いや。めっちゃ届かねえと思って。よいしょ。お、結構惜しい。惜しいねえな。あ、49はあるじゃん。え、でけえ。あんまり絶対抜けないサイズですね、これ。タカさん、はい。もういいっすね。びっくりした。でこちらを一緒に釣りに来ていたタカさんに、タモアをしてもらってます。全く高くて届かなかったから、ここからはずっとお願いばっかりしてました。これ以来タモ網を6メーターのものを買って持っていくようにしています。まだ全然余裕で終わりますね。うわ、顔強ーね、これあ、ごめんなさい。一応カメラ向けてたんだけど、でっけ、ちゃんとすげーで、サイズ測るかすいません。で先ほどの日以来川崎新店にはまって、もう一度今度は釣り仲間のヒグさんと一緒に釣りに来ています。今回も生ミックを大量に持ってきていますね。こんな感じで、樋口さん来た。死ぬ。いや、それいいっすよ。やりづらいわ。そう。でかいね、やっぱりミックで来るやつはでかいね。マジ？こいつ当たってたんですけどね、さっきから。マジ？で、カニをミックに変えましたね。うわ、重って、めっちゃ重って。重って、マジで。6メートルの差を買っていったらしっかりと届いていました。この時ヒグさんも私も。でかくね、これ。意外とか、そういう餌が釣れると思ってなかったんで、2人でな、あの練り餌だったり、あと磯目だったりをガンガン使ってました。ヒグさんも、なんかあんまり貝使うのがそんな好きじゃなかったのか、最初からずっと磯目を使っていました。なんですが、ヒグさんはこの時に短いを使って大きい、クロダイをかけています。うわー、すげえな、やっぱ最初、スリッと当たるね。うわ、めっちゃ水飲もうとしてた。うわ、なんだこれ、やたらでかいのばっかだな。すげえな、今日はやっぱり全部ラムミック。うわ、ポテンシャル高いぜ、川崎新店。おお、なんじゃこりゃ。おい、なんじゃこりゃ。これタイですかね。あ、浮いてきた浮いてきた。うーい、ダメ。はい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 、なんですかこれ。あー、オーバーハングないから楽だこれ。
ちょっと待って、全然顔見えないじゃん。おお、クロダイ。でけえ。おお、でっかいわ。逆に戻ろうか。いかんな。みんな騒げてるな今。えい、よっしゃ。おお、いいサイズ。たまらんね。ここで釣ったサイズ全部49が多いですね。熱い。この時は短いを餌にして使って釣りをしています。ヒットいたしました。本当にこの日は大型の魚が多くて、かかってからの引きがかなり強かったですね。この時はガマカツのサグリ銀次郎を使用しています。こちらの竿なんですが、結構先調子の竿でかけやすくて、あまりヘチ釣りに慣れていない時は結構本当に使いやすくて重宝しておりました。本当にここの川崎新堤はオーバーハングがないから、結構細い糸を使っていてもやり取りが非常に楽でした。豊洲だったら結構一発で切られちゃうんですけど、普通に長い間時間をかけて釣りをしていても楽しかったですね。結構色の白いクロダイが入っていたので、回遊型のものが多くついていたのかもしれないです。はあ、こちらヒットしたのが6番の先端の方ですね。段差があって高いとこから下に1段降りたところです。これ小さいな。あ、そうでもね、小さくねえや全然。はい、この日釣れていたのがほぼほぼ年なしサイズのクロダイばかりでした。結構釣り人が多いから、いろんな種類の餌を持っていくのがいいかなとこの時思いました。最初カニでやって、あとは短いとかでやって、当たっていてもう一度同じ場所を攻める時にまた練り餌の生ミックとか使ったりしてると、その時に食ってきたりもしていました。そこら辺はやっぱり海上釣り堀ともそんなに変わらないのだなというふうに感じました。はい、お、出た。一回入ってから出た。バッチリ換気。当たりました。ただけ、あっ、来て来て、よいしょ。よしよし、最後にかけた。イエーイ。竿のパワーで立てます。
いいね。いいサイズはやっぱり上がってきてから上がりますね。48か。なんかすごいでかいサイズです。48ですね。こちらですが、もう一度タカさんと日を明けずに釣りをすることになりました。この時から積極的に生ミックを使用していっています。この時からサグリ銀次郎から初めてリンユウサイ S280 の同調子で柔らかい竿を選択して釣りをしに来ていました。最初全く合わせ方とか魚の乗せ方とかが全然サグリ銀次郎とは違っていて、餌ばっかり取られていました。もうこれはえらい買い物失敗したなと思ってたんですけど、結構思い切って合わせたら根元から曲がってすごい楽しい竿でした。この日以来メインで主に、シマノのこちらリンユウサイの S280 を使っていっています。最近では結構よく曲がる竿だってのが分かったので、細い糸を使って、PE ラインの 0.65 とかと組み合わせて、釣りをしていっています。いい状態。ありがたい、ありがたい。よいしょ。45だね、本当に。よし、乗った。生キック。めっちゃ、めっちゃ下行く。これでいけるぞ。何これ一発。いいね。さっきいたとこのやつが全部かかってる。いいね。きれいに守る。どうかな。銀色の綺麗な手。お、銀色だぜ。川崎新邸があまりにも楽しかったので、今度は一人で来ております。先日の兆候と日を明けずにもう一度来ております。
使用しているロットはサグリ銀次郎ではなくて今回もリンウサイを使用しています。よし、乗った乗った、イエス、リンウサイいいね、上がるぜ。Bサイズ、イエーイ。いいね、いいサイズ。おーい、いいとこかかってる。絶妙だね。確か教えてもらってもらった通りだ。絶妙。あ、流される、めちゃ流される、タモごと流される。下から入れよう。うん、めっちゃでかい。なんじゃこいつ。一瞬で上がってきたでは。どうなった。こちらのクロダイは測定してみると結局52センチの年なしでした。未だこんな大きいクロダイを釣ったことはなかったんですが、実際釣ってみたところ今までの魚の中で一番引かない魚でした。ヘチ釣りの大先輩方が言うには、クロダイで大きければ大きいほど引くっていうわけでもないようです。まあちょうどいい50センチ手前ぐらいの魚が結構引くみたいな印象があります。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また高評価ボタンをいただけますと幸いです。